こんばんは。波動ありがとうございました。波動天下一武道会、武道会ありがとうございます。わあ、優しい。シーカーさんと大輝くんがお疲れいっぱいくれた、ありがとう。今日は3位でした。てかもうみんな強すぎ、なんかすごい、本当になんか本当にすごいわ。 AKB ってなんかすごいね、何でもできんだな、努力して。でも今日は前回最下位だったから、なるちゃんとあとゆいゆいと3人で練習会、自主練習しに来ようねって話をして、約束して、今日朝一からレッスンだったんですけど、朝一レッスン終わって早く波動を向かって3人でずっと練習してました。だから今日本当に一日中動きすぎてて、なんかもう疲れと空腹がすごくて、向こう波動でハンバーグ弁当を食べたのに今帰ってきて、急いでハンバーグ弁当をまた食べました。2個目、デブすぎ、デブすぎる。でももうなんかめっちゃ体疲れた時って空腹感じなくないですか？なんかお弁当食べて、私お腹いっぱいになるとしゃっくり出るんですよ。しゃっくり出てるから絶対お腹いっぱいなのに、なんか全然お腹いっぱいじゃない。今腹5分目ぐらい、でもしゃっくりは出てるからお腹いっぱいの合図は、でもお腹いっぱいなんですよね。さすがにやめるけど頑張りました。今日は朝から3曲振り入れして、だから何時間踊ってたんだろう、5時間、5、6時間踊ってた。5、6時間踊って波動練習して、波動やって、もうゆいゆいは2回出てくれたから試合に、だからもうバタンキューだよ。ゆいゆいお疲れ様、ありがとう。わ、和孝さんがえらいいっぱいくれた、ありがとう、優しい。え、波動、私劇場公演とかでも汗かけないのに波動めっちゃ汗かきます。すごい。ああ、今日ちょっと本当はポニーテールしてたんですけど、ちょっと頭痛すぎて外してもらいました、帰る時。なんか波動、多分頭にデバイスつけるじゃないですか。でこうブレないように私めっちゃきつくしてて、できつくしてる&重いから、携帯が頭にちょっとここにあるから、だから私今日ポニーテールも知ってたから、頭が多分重すぎてめっちゃ痛かったんですよね。前回の波動でもめっちゃ頭痛くなって練習してから。で水島ちゃんがね頭痛薬くれたので、なんか一応って言って2回分くれて、水島ちゃんが。で前回それ飲んで、今日はその残り飲みました。みずみありがとう、感謝、感謝すぎます。今日は初配信、ちょっとしかできないけど、でもできてよかった。無事に本日も毎日配信は達成できます。ルームレベル1530だって、私すごいね。
え、なんかショールームのフォロワーさんが着々と増えてて嬉しい。なんか3万人いったねってみんなが言ってくれてからまたちょっと増えてるね。嬉しいな。今日はもうヘトヘト丸。今明日はレッスンなんですけど、夕方から夜に向けてのレッスンなので朝はゆっくりです。あ、明後日ミッドナイト競輪出演させていただきます。明後日ミッドナイト競輪、今月2回目のミッドナイト競輪です。嬉しい。明後日はポーカーの学校に朝から行って、で夜はミッドナイト競輪に、ポーカーと競輪の一日です。当てたい。でも前回調子良かったから嬉しい。今回も当てられるように頑張ります。見てね。ミッドナイト、あ、だし今日の25時半から千葉テレビドラマ GIC です。毎週木曜日は千葉テレビです。皆さん、千葉テレビドラマ GIC ガールズインコンカフェ25時30分から見てね。なんか去年、今年の私のしらす丼舞台鎌倉に来たのは、ただ鎌倉に来たのは、私たちが鎌倉に来たのはただしらす丼を食べるためと、出来捨てと出来損ないと呼ばれた元英雄は実家から追放されたので好き勝手に生きることにしたと、2作連続で題名長いんだ。で次の白雪姫と、あともう一つあるかなみたいなのとか、でこのドラマ GIC もだし、なんか今年やってるお仕事がすでに実は去年から決まっていて、去年からオファーをいただいてやらせていただいてるから、なんかもう今年が始まる時すでに1年間のスケジュール決まってるような感じだったので、逆に今年はさらに今年のお仕事と、あと来年のお仕事になんか来年のお仕事を見つけられるというか、作れるように頑張らないとなと思ってて、でもそれはまあ難しいじゃないですか。相当大きなお仕事じゃないと前もってって決まんないし、でまだ今年のお仕事全然ちゃんと決まってないなって、その AKB のお仕事と自分がオファーいただいてるお仕事はやってるけど、でもそれって去年いただいてるからなって3月ぐらいまで焦ってたんですけど、あのファッションショー、名古屋のファッションショーがのオファーをいただいたりとか、まあミッドナイト競輪出たり、あと他にもなんかお声掛けをいただいてきて、ようやくなんか少しだけど
あ、よかった、今年もちゃんと頑張れてると思って少し安心しました。週一レギュラーのラジオとか配信番組とかもやってみたいですか？やりたい。でもラジオがいいな。配信番組は小ルームとかあるからな、あの自分でできちゃうからな、配信って。ちょっとこれからたくさんコミジューしてもらえるように頑張ります。やばい、なんか名古屋のファッションショー出るのに全然ダイエットしようって気になってないの、やばいな。なんか服だからさ、これが水着だったらダイエットしなきゃみたいな気持ちになるんだけど、洋服だからね。洋服はね、ならんね。でも本当に最近食べ過ぎてて、どっかのタイミングでダイエットしたいんだけど、でもそのタイミングがなかなか来ないんだよね。何があったら痩せようと思うかな。うわ、ここ今書いたから赤くなっちゃった。赤い。センシュアリティ公園は痩せようと思ったな。センシュアリティ公園は痩せようと思ったね。沖縄のターコイズブルーの誘惑の撮影も全くダイエットせずに挑みました。あ、ダレコイ公園にチャレンジとかは？ん？ダレコイ公園の明日レッスンしてきます。明日は運命の歌とロマンスいらねえ。どっちもやったことはあるんだけど全然覚えてない。初日ね、いつなんだろう。でも5月になっちゃいそう。もともと4月16って聞いてたんだけど、4月16発表されたの見たら研究生公演だった。でも5月には初日迎えたいなって思ってます。7月は白雪姫に全集中になっちゃうので、で8月9月でもう劇場なくなっちゃうでしょ。今一旦劇場ね、リニューアルに入っちゃうから、5月には初日を私も迎えたいな。あ、865日連続ありがとう。865日を迎えました。イエイ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 。わあ、ブーくんありがとう。865日タワー配信、配信はしてない、ブーくんは私出してんの。865日お疲れ様、タワーありがとう。ブーくんタイムってもうコメントで有名人になっちゃった。私のショールーム
見てる方知らない人いなそう。コミさんのダウンタウンホテルすごい良さそうですって。え、楽しい。でも難しいね。もうレッスンしたけど何にも覚えてない。レッスンしたけど何にも覚えてないです。やばい。お、あ、明日か。え、ちょっと待って、教えてくれてありがとう。録画しないと。コミちゃん、明日の金曜ロードショーは去年公開した映画名探偵コナンの映画地上初放送だよって。え、めっちゃ見たい、めっちゃ見たい。楽しみにしてたんだ。だけれども金曜ロードショーって9時からだよね。待って、私9時全然レッスンやってる明日。そう、愛ちゃんのやつ。え、待って、最悪、家つくの金曜ロードショー終わった、な、終わったぐらい。え、絶対見たい。すごい、みんな大絶賛だ。チュルチュルチュルチュチュチュルチュルチュルチュチュルチュ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 ルチュ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 。コナン君の映画見ると奇跡つくまでめっちゃこの歌を心で歌いながら席向かってました、映画館で。ジュル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 ジュジュって2つポップコーン持って。コナン君の映画楽しみすぎじゃない？2つポップコーン両手に持っちゃってんから。でも映画館ってやっぱなんかポップコーン醍醐味だよね。ではちょっとお礼させてください。ブーくん865日 おめでとう。タワーありがとう。今日は波動頑張ったよ。ありがとう、ブーくん。優しい。ありがとう、ブーくん。映画館ってね、すごいね、映画制作の方にお金取られてるからね、チケット代って。だからポップコーンとかをね買うのがね、映画館にとっての利益なんですって。それ聞いてなんかより食べようって気持ちになった。美味しいポップコーンと楽しい映画を用意してくれてありがとうございますっていう。そう、ポップコーンとかドリンクが一番の収益になるんですって、映画館にとっては。
だから飲み物とポップコーンはなんか必ず買ってるわ。でもそれは私がただ楽しみたいだけ。あーやばい、ランキング読まないともう時間になっちゃう。13位リトルサッチーさん、12位マジカナバナナさん、11位レイさん、10位ケイスケさん、9位ヒロさん、8位マイマイ、7位マックスエイトさん、6位コミチュンクッキー、5位プロちゃん、4位大輝くん、3位シーカーさん、2位カズタカさん、1位ブーくんです。ありがとう、ありがとうございます。明日はレッスンで終わんのが夜遅いので、ちょっとあのどっかの配信、どっかのタイミングでショールームすると思います。逆に朝やるかも、朝の9時とか10時とかそれぐらいにやるかもしれません。みんな見てね、ありがとう。 AKB メールで配信時間送ります。明日夜配信できないかもなので朝配